週刊マクロスニュース。今週は公式生放送マクロスが止まらないの内容を中心にマクロス情報をまとめてみていこうかと思います。こんにちは。エウレカです。こちらの動画ではですね、エウレカさんが独自に集めたマクロス情報を皆さんにご紹介するといった趣旨の動画になっております。あくまでね、公式さんが、全てまとめてやっているというわけではございません。エウレカさんがまとめておりますので、幾分漏れ等もあるかとございます。もしよろしければですね、こんな情報があるよとか、この内容も取り上げてください。そういったものもありましたら、よろしければコメント欄の方に残してっていただけるとありがたいです。そして概要欄にはね、それぞれの情報のリンクを貼り付けておきますので、皆さん必ずご自身の目で確認していただくようによろしくお願いいたします。ではマクロスが止まらないの内容から見てまいりましょうか。各週木曜日22時からショールームさんで生放送されている番組でございますね。今週はマクロス魂の、紹介から始まりました。まあ毎週火曜日にですね、マクロス魂、デカルチャーラジオというのが更新されております。で、今週の火曜日に更新された安野清野さんの第5回というのが、ひとまず安野さんの区切りになっておりました。でさらには先週の火曜日も同じように、メインさんの第5回というのが配信されまして、メインさんもそれで一旦一区切りということで、来週の火曜日からですね、また違うゲストの方がいらっしゃってマクロス情報をね、また紹介してくれるということなので楽しみでございます。ちなみに、先週と今週のデカルチャーラジオのテーマといたしましては、マクロス45周年何をしたい？みたいなテーマで話が展開されたんですが、まあどちらかというと畑中さんがパーソナリティとしてゲストの方とお話をするんですけど、どちらかというと畑中さん中心で、この2回は進んでってたような気がします。まあマクロス45周年何をやるか、まあ大体想像できますよね。まあそんな感じの内容が展開されておりました。気になる方はぜひともマクロス魂ファンクラブに入会して、はい、毎週デカルチャーラジオ聞いていただくといいと思います。まあそのね、演者さんのなかなか面白いお話も聞くこともできますからね。まあただ本当特に安野さんのその第5回の時は、特に畑中さんが中心にこうなんか喋ってたような気がいたしました。まあそれでもね、全然楽しい、もちろん楽しいんですよ。なかなかね、これからのマクロスも期待できるんじゃないのかなと。というよりかはその畑中さんご自身がやる気満々だなっていうのがね、感じることができました。ぜひマクロス魂入会してラジオ聞いてみてみてください。でここに出ております画像なんですが、マクロス魂のマイページに行きますと、デジタル会員証っていうのを設定することができまして、8月から新たな画像が追加されたという紹介でした。これは赤騎士様、ボーグさんの機体ですねが、追加されましたよということで、一応ね、エウレカさんの方でサイトの方のスクショを撮ってきました。まあ一条光くんから始まりまして、エウレカさんは神崎響くんに設定しているんですが、はい、ずらずらずらと行きまして、ミハエルブランまでちょっと映りきらなかったので、次右の方にページ移しまして、はい、クランクランも今月から追加されたっていう話でしたね、あとはデュランダルも確か今月追加っていう風になお話でしたね。これあのね、一度決めたらもう固定っていうわけではないので、自由にね差し替えすることができるので、ぜひとも画像とかねご自身で、まあそれこそねスクショ撮ることも可能ですからね、ご自身で入会していろんな画像を覗いてみてみてください。エウレカさんは神崎響くんしかまだ設定したことがないです。あとはこんな感じでですね、壁紙のダウンロードとかもやっております。これもね月ごとに変わります。今月はみくもちゃんですね。早速、ちゃんとダウンロードいたしましたよ。みくもちゃんにバサラキュン、そして、ファイアーバルキリーちゃんですね。これらの
壁紙がダウンロードできます。なんかスマホサイズ、あとは4対3なのかな、4対3サイズ、あとは16対10、サイズみたいな、こんな感じでね3種類の画像ダウンロードできますからね、いいじゃないですか。はい、ぜひともマクロス魂ファンクラブ入会しましょう。はい、そして、そろそろライブ迫っておりますね。残り1ヶ月ちょいとなりました。バサラエクスプロージョン2024ライフライブオフィシャルグッズ事前予約は受付中ということです。あと2週間ぐらいで受け締め切りになってしまいますね。事前受け取りが、できるのがここまでになっておりますので、ライブに参加されるという方は、はい、ぜひともサイトの方から申し込みをしましょう。で、そのグッズの紹介されておりましたね。まずはこちら、フルグラフィック T シャツ、遠山さんが着ていらっしゃいますね、なんかちょっとお胸を張るポーズを今回、まあいいや、はい、いいですね、 T シャツ、エウレカさん、T シャツはマストです。はい、これは間違いなく買うと思います。そして次が、ツアー T シャツ、こちらの方がお値段安いんですね。フルグラフィックの方が4800円に対してツアー T シャツは3800円になります。で、このロゴなんですが、畑中さんがデザインされたというお話でございました。はい、こんな感じで富山さん、まあお顔半分だったのでモザイクかけずにおります。丸々顔が映っちゃってる場合はモザイクかけるようにしております。一応症状犬的なところがあると思いますのでね。はい、こんな感じで、でこのツアー T シャツなんですが、まあ値段安いと言っても侮ることなかれ、バックプリントもあるんですね。ツアー会場それぞれの日付等が、載っておりますので、ね、なかなかいいです。どっちもフルグラフィックもツアー T シャツもどっちもいいですね。はい。はい、そしてこちらトートバッグ、お値段3000円ですね。これも、表裏、両側プリントされております。まあ、個人的にねこういった布系で結構擦れたりするものはあまりカラフルなよりかはこういう風な文字だけの方がエウレカさん的には好みでございますね。ちょっとなんかこの写真プリントじゃないですけど、こういうのね剥げやすかったりするのでね、あと汚れがつき目立ちやすかったりする、だったらシンプルな、これだけでもいいのかなと思いますが、このトート枠は両面印刷でございますからね。さらに待ち付きで、容量もたっぷり入るようになっております。次がフライトタグキーホルダー、なんかこれ戦闘機だかのなんか整備済みですみたいな、なんかそういう風ななんか目印で使われてたフライトタグ、なんかそういったものらしいでございます。生地自体は厚手の布みたいな、しっかりした布、なんかワッペンみたいな生地っていう風にケンさんがおっしゃっておりました。裏面は何も、印刷はされてないような感じでございました。次がラバーバンド500円、これはお値段安いですね。まあよくよくあるものでございます。そしてこれ背後に飾られておりましたタペストリー、税込み4000円、4000円はそんな高くないと思いますね。サイズに関しましては発表されておりませんでした。これ多分 B2 ぐらい、そこそこ大きなサイズのタペストリーだと思います。いや、いいんじゃないでしょうか。4000円となっております。そして次バンダナ2000、いやバンダナ2000円でタペストリー4000って、タペストリー安くないですかね。むしろバンダナ1500円ぐらいでもいいような気しますが、欲しいですね。バンダナもいいと思います。エウレカさん、ワルキューレライブ2022ワルキューレリボーンの時にバンダナね、みくもちゃんからのバンダナ買ってたんですが、その時一緒に行ったお友達がこれバンダナどうしようかって考えてるんですよって話をしたら、ああじゃあ腕に巻いたらいいんですよ、腕に巻いてあげましょうかって、腕に巻いてくださってね、ああいい感じだっていう。そう、先ほどね500円のね、ラバーバンド、まあ、もちろんこれを腕にするのもいいですし、値段は高くなってしまうんですが、このバンダナ腕に巻いておく、なかなかいいんじゃないでしょうか。このファイヤーパターンがなんか、かっこいいですね。はい、次これはギター型失礼、ギター型クッションということで、これは通販限定、現地での物販ではありますな、ないですよっていう、そういったものになっております。でこれ案内がありました。ここで
ライブ会場内への持ち込みはご遠慮くださいということです。ライブ会場外でのなんかね、みんなでねわちゃわちゃやってるところでね、これ持っていくのは別にいいけど、あのスタンディングになりますのでね、中に持っておくとちょっと邪魔になってね、他の人の迷惑にもなったりするので、会場内は、ご遠慮くださいということでございました。はい、裏面にもねこんな感じで はい、プリントされているということで、なかなか、まあ、可愛らしいっていう風な感じですね。抱き枕にもする、抱き枕にするもよし、エアギターをするもよし、といった感じですね。そして、このライブのチケット一般販売が8月17日、土曜日18時スタートということです。売り切れ次第終了ということで、まあおそらくね、スタンディングなので結構な人数入るんじゃないのかなと思うんですよ。で、事前抽選でね、すでに販売されている抽選で当選した分に関しては入場順が多分先になる。だからここら辺で入場する人たちはちょっと後ろ目になるっていうような可能性はあると思いますが、まあ、やっぱりね、会場生で、感じる、はい、バサラの歌声、絶対感動しますから、ぜひとも行けるという方購入しましょう。次がイベントのお知らせはすでにあったんですが、今回絵柄をね、7人分しっかり見せましょうよということで、裏マクロス超軸フェスティバル、ちょっと言いづ、なんか難しいな、表現が。はい。発表されておりましたね。京都、バンダイナムコクロスストア京都にて、東京じゃないんですよね。京都にて、9月の20日から開催されるということです。まあ、1ヶ月間開催されてね、一応、東京だったかな、横浜だったかな、の方にも来てくれるということですのでね、まあエウレカさんは超近代都市大江戸住まいですので、まあ回ってくるのを待つといたしましょう。さあ、そんな感じで一人一人それぞれのキャラクター、はい、闇雲さんでございますね。まあ、闇雲さんはなんかまあもう見慣れてきたっていう感じですけど、はい、次が闇フレイヤちゃん、可愛らしいでございますね。次が闇カナメさん、これね、履いてるか履いてないかみたいな議論が生放送中にされておりましたけど、いや、これはね、履いてる履いてないの問題ではないんですよ。あのハイレグです。マクロスはハイレグですマクロスはハイレグって言ったら変かほら、ミレーヌとかもそうだったじゃない、ミレーヌがそうだったじゃないですか、ハイレグだったじゃないですか。で、今度はマクロスダイナマイト7に出てくるエルマちゃんですよ。エルマちゃんもね、なんかあの太もも見えるなと思ったらハイレグなんですよ。ということで、きっとこの闇カナメさんもそこいら辺に習ってハイレグなんだと思います。エウレカさんの勝手な、想像でございます。はい、次に闇レイナさん、これ出てきた瞬間遠山さんがヒャッハーって言ってましたねなんかそういうイメージなんでしょうか。ヒャッハーです、ヒャッハー闇レイナさんいいですね。なかなかこれかっこいいと思います。闇レイナ、闇マキナ、この二人が結構いい感じかなと思います。闇カナメさんがちょっとね、まあ確かにその、まあ、ハイレグはハイレグなんですけど、若干ちょっと影薄いかなっていう気がします。ヒャッハーな闇レイナさんと、なんかこの自称自らを傷つけるっていうのかな、自称癖な闇巻き巻き、いや、いいじゃないですか。なんかこの肉まんに指食い込ませてる、これがまたね、その自称感出てていいじゃないですかね。歪む肉まん。はい、次、闇シェリルさん、まあここら辺がまあ新キャラといったら変ですけど、まあ江端さんのね、新規書き下ろしというか、まあもう新規デザインでございますよね。なんとなくね、この全身写ってね、ふと思いました。なんか闇シェリルさん足短いむしろ腰の部分が長すぎるのかな、なんかパッとそういうイメージ。あとはなんかその闇っぽさが、闇の濃さっていうのかな、が薄い。まあもともとね、ほらシェリルさん自身が白うさ黒うさみたいな感じのキャラクターみたいなのをね、が出てたりしたじゃないですか。だからそんなにこの闇っていうイメージがほど遠くはなかった。もともとからその闇、
まあ、いわゆる、もともとから白黒感を出していたのでね、あとは、禁断のエリクシアでもね、男役をやったりとか、そういったね、もう表裏のイメージがあったので、そこまでシェリル、闇シェリルさんっていうのインパクトは強くないんですが、ランカちゃんですね。これはめちゃくちゃインパクトありますね。こんな顔するんだって。で、まあ、めちゃくちゃ髪の毛長いのと、あとは、これオオサンショウウオさんですよね、きっとね。闇オオサンショウウオさんがいるっていう。なかなか、まあ、もともとね、このマクフェスアンコールの時も結構なジャンプポーズ、まあ、それのね、まあ、裏側なんでしょうけど、なかなかいいポーズしてらっしゃいましたが、闇ランカちゃんいいですね。闇オオサンショウウオさんもなかなかいいと思います。はい、次のイベントのお話、マーチングマクロス、これは8月、今月ですね、23日、これも2週間後に迫っております。渋谷、名古屋、阿倍野、これは関西ですね、あとは福岡、全国4カ所で開催されるようになっております。期間はね、全く同じになりますので、まあ、マーチングでね、でもこれもむしろ巡回してほしかったなっていう気はします。なんでかっていうと、その方がグッズ手に入りやすいと思うんですよ。全店舗にいっぺんにこうばらけさせると、そこでね、要は売れ行きの偏りが発生するっていうのがちょっと想像できるじゃないですか。巡回していけばね、あ、売れ残ったら次のところに回してみたいなことができると思うので、まあ、かといってね、渋谷を一番最後に回されるのもちょっとやだなとか。やっぱり一番最初に来てほしいなっていう気持ちはあります。そうだ、まずはそう渋谷、まあ、もうとにかく東京は大阪、そこいらへんから、まあ、まずは始めて、で、その売れ行き状況を見て在庫をちょっと足そうかっていう風な回し方をしてもらえると、まあいいんじゃないんですかね。あとはここのところね、北海道の方でマクロスのね、こういった物販とかが入っていないので、北海道民の方にも回せるように、なんかちょっと開催してもらえるといいんじゃないのかなと思いますね。はい、そのマーチングマクロスのグッズ紹介ありました。ちょっと遠山さんの目がちょっとごめんなさい、ちょっと、はい、覗き見るような感じになっちゃいましたが、そう、今週はですね、鈴木みのりさん、まあ、隠してはいなかったですね。ちょっと控え気味でありましたね。はい、マーチングマクロスの、はい、チビキャラの方ですね、グラフアートっていうのかな、可愛らしいです。いいじゃないですか。こちらがマクロスデルタのキャラクターの方ですね。あー、みぐもちゃんもまた可愛いですね。エウレカさん、このチビキャラ結構好きなんだよな。はい、缶バッジからのプチアクリルスタンド。これ並べたスタッフちょっと間違えてるんじゃないのかなと思うのが、見てください、これ。ブレラお兄ちゃんがそこにいますよね。まあ、すぐ後ろに確かにシェルルさんがいるっちゃいるんですけど、はい、次行きます。はい。シェリルさんの後ろにメッサーくんがいるんですよ。ちょっとスタッフさん、メッサーくんとブレラお兄ちゃん間違えたよね、これっていう。なんか、そんな気がしてならないです。まあ、みんなで一緒に歩いている感を出したのかもしれないんですが、ちょっとメッサ君と、はい、でこれが、アクリルジオラマですね。もう出来上がった感じで、マクロスデルタの全員分、マクロスフロンティアの全員分みたいな感じで並べて立てて飾ることができるようでございます。あとはトートバッグ、可愛らしいですね。これもなかなかいいと思います。あとはキャラクリアカード、まあ、硬質カードケースっていったとこですかね。まあ、本当、これは英語サイズになるのかな。紙自体はね、重ねるとね、そんなに枚数は入らないんですよ。3枚ぐらいしか入らないんじゃないのかな。でもエウレカさん、これ最近毎回のように買っておりますのでね、全員分のね、このキャラクターのが見られるっていうのがなかなかいいと思います。フロンティアの方もございます。グッズ紹介はそんな感じでございましたね。あとは、販売、発売日の航空地でチャイニーズセッションが8月10日、イサム・ダイソンさんのバルキリーが発売されます。ミュンさんが乗っておりますね。はい、パッケージもいいですね、なかなか。
はい、ポージング決めたパッケージもなかなかいいと思います。で、同じように8月10日より発売、ハイメタル R、 これはね、ウルカさんちょっと勉強しましたのでね、超合金の派生バージョンということですね。もともと超合金シリーズっていうのが、ね、そのロボットのおもちゃとしてね作られてたのが、いろいろ派生してたのがデラックス超合金だったり、あとこのハイメタル R といったところなようでございます。はい、こちらも現物の展示がされておりまして、はい、パッケージ、こちらのパッケージデザインが、最近は天神さんではなく中村武さんという方が、デザインされていらっしゃるようですね。いや、まあでもなかなか迫力があっていいんじゃないでしょうか。そして来週の木曜日8月15日はエウレカさんちょっと田舎に帰ってて、これ生でおそらく見られないと思います。はい、バサラ誕生日、祝いのマクロスモデラーズですね。でもそう、また西田のぞみさんがマクロスモデラーズお休みということなので、3回連続お休み、いや、どんだけ長期休暇、いや、それこそ海外でも行ってるんじゃないでしょうかっていうぐらいお休みしておりますね。はい、まあ、西田さんが戻ってきてから、おそらく第8回マクロスモデラーズプラモデルフォトコンテストの発表があるんでしょうね。まあ、それもとにかく楽しみでございますが、来週8月15日も楽しみです。はい、ゲストに熱気バサラの歌を担当してらっしゃる福山よしきさんが来てくださるということです。見逃さないようにしましょうね。ということで、マクロスが止まらないの内容は以上になります。ちょっと今回は情報というかグッズ紹介がねたっぷりありましたので長くなってしまいました。まだまだ見てまいりますよ。はい、もともとね、先ほども紹介ありましたが、こちら8月10日発売となっておりますタイニーセッション、これ一応リンク貼っておきますのでね、予約し忘れたっていう方いらっしゃいましたら Amazon さんで購入することできますので、そちらの方からチェックしてください。あとこちらハイメタル R ですね、これも先ほど出ておりましたが8月10日発売となっております。なんかね、予約の方はね、予約数はなんかすぐにパンクしちゃったっぽいんですが、一応ねこれ一般店頭販売されるということですのでね、気になる方はいろいろショップとかね、問い合わせをして見てみてください。もうまさに明日、そうだ、10日だから明日発売ですね。エウレカさんもちゃんと、エウレカさんはちゃんと予約しております。そしてそのファイアーバルキリーに装着させることのできるサウンドブースターっていうのが本日8月9日の16時エウレカさんがこれを動画を撮影している時はまだ予約受付始まっておりません。早期終了となる場合がございますと書いてありますのでね、皆さん予約できましたか。はい、まあサウンドブースターもねもちろんいいんですが、できればね、あのストームバルキリー、レイとビヒーダの乗っている緑色のバルキリーとミレーヌバルキリー、おっぱいバルキリーですね、これもできればハイメタル R で出してほしいですね。ちなみにこのサウンドブースターのパックを買うと、下にある台座、ファイアーボンバーって金色のロゴが入っており、文字が輝いておりますね。それがついてくるみたいです。通常のね台座は赤い、台座がついているみたいでございます。はい、そしてマクロス7 30周年記念続きますね。これすでに2022年に発売済みのものになりますが、バサラとミレールのフィギュア、これが今度はセットで販売されますよということです。予約受付が、本日13時に始まっておりますね。で、お届け予定が25年来年の1月発送予定となってございます。エウレカさん予約いたしました。で、予約したんですが、決済が Now、予約の時点の決済ではなく、発送時決済、クレジット払いの場合はですね、発送時に決済されるということで、なんかちょっとドキドキでございます。はい、その時のためにね、ちゃんとお金も取っておかなきゃいけないですね。はい、これもねリンク貼っておきますので、ぜひとも予約ください。
そしてまだまだ続きます。こちらは、マックスファクトリーさんの方からミニマムファクトリー、ようやく予約受付が始まりましたね。画像はちょっと見れぬのは映っておりますが、予約が始まっておりますのはこの背後におりますバサラでございます。はい、3520円となっておりますので、こちらもぜひともご予約ください。はい、そうしましたらその他の情報まだいきますよ。ディズニープラスですね、まあこれも今年全作品配信されるということでございましたが、ついに8月で、勢ぞろいですね。今のところ18作品、配信されておりますが、残り5作品が8月の21日から、配信されるようになっておりますので、初代マクロスもね、なんやかんや映像的には古い、まああとはそのね作画崩壊とか、まあ、言われますけど、エウレカさん的には全然気にならないです。そう、あくまで古いからそんなもんだろう程度、全然面白いです。初代もね、見応えあるね、なかなか、ね、壮大なストーリーになっておりますから、まだ見てないという方はぜひともテレビシリーズ愛を、もうやっぱりエウレカさんはね、どちらかというとどの作品もテレビシリーズの方が好きっていう感じはありますね。ぜひともディズニープラスに加入して、いろんなね加入経路によっては2ヶ月無料とかね、3ヶ月無料とかでね、ディズニープラス見ることができますのでね、特に今月あたりからがチャンスでございます。今月8月9月ですね、8月9月ぐらいがディズニープラス加入するチャンスでございますからね、ぜひとも皆さんで再生回数回しましょう。そしてこれが最後のネタになります。はい、これはヤフーニュース、ヤフー記事の方に出ておりました。マクロスデルタは何が残念だったのか、ワルキューレ大躍進もアニメの評価はいまいち。なんだよそれ、ひどいこと書いてくれるな、まったくよ。まあいろんな意見があるのは、構わないと思います。ただエウレカさんはマクロスデルタが一番大好きです。まあもちろんね、リアルタイムで見られたからっていう、そういった思い入れがあるっていうのもあります。なんでしょうかね、そう、確かに、まあ、この記事内でも書かれていたんですが、マクロスデルタってね、登場キャラクターが多すぎる、そういったところがちょっとなんか難点だったのかな、そのね、見てる人に対してのちょっとインパクトを残すことができなかったのかな、みたいなことが書かれておりましたね。これもね、リンク貼っておきますので、ぜひともご自身の目で読んでみてみてください。ウレカさんは、残念だったとは全く思っておりません。むしろマクロスデルタが一番好きです。もちろん、ワルキューレ、最高だと思っております。ということで、今週はちょっと情報がね、いっぱい、新情報というかね、グッズ紹介的なところがいっぱいありましたのでね、時間かかってしまいました。まあ、番組としてはね、逆に見応えがあってよかったと思います。なんやかんやね、時間オーバー、基本的には45分番組ぐらいのはずなんですけど、なんか今回はね50分以上なんか続いて、なおかつそれでもお便り読んじゃうかんねとかやってましたのでね、はい、まあいいや、とにかく、はい、今週は情報たっぷりでございました。出費が激しくなりますが、はい、これからもマクロス応援、皆さんもぜひとも続けていってください。ということで今回はこれにて終了です。ご視聴ありがとうございました。良い週末を。